目が覚めるキリッと。なんかこういうシュガーのやつあるじゃん、ホットコーヒーに入れてこう縦長い、それ確か5本分ぐらいらしいよ糖分。で大学受験生が勉強するのに毎日レッドブルを5本も何本も飲んだんだって。そしたら糖尿病になっちゃったんだって。で就職してから糖病生活が始まったらしい。で俺もちょっと最近また飲むようにしてて、もうちょっと中毒性ある、もう飲みたいもん。プリコンもあれ中毒性あるだろうね。あれ痩せてるけど本当はダメなんだけど、なんか元気になる、元気に。じゃあふわっちで待ってるって、俺がふわっちで活動はもっと、強いやつらがいるのになんでそこに挑まず、誰と戦うの？十分戦ったろ。何をするの？誰を倒すの？誰を？だって政治なんかずっと勝ってたじゃん、お互い。まあ、あの時はね、まあ盛り上がってたけどね。で今政治のライバルがいないってこと？パルパルいるじゃん。いいじゃんもう、政治が引っ張ってったら、ね。俺はちょっと別のとこで挑戦するわ。さらに強いやつと戦うよ。俺もうワクワクしてる、どこまでいけるか。今年もどこまでいけるかね、ワクワクしてるね。いや、奈々ちゃんは連絡ないな。奈々ちゃん距離感じる。じゃあ今からおいで、今から会う。おちんこぐらいしゃぶらしてやろうか。距離近く感じる。いいよ218号さん、会う。おいで、もう今から、おいでよ、行こうかな。距離感じる。大きくなったんじゃない？何、他の人は手が届きそうなの？ね、やっぱアイコスに帰れんわ。寂しく感じる。でも嬉しいんじゃないの？でも今思い出すと、ふわっちで20人とかね、こじんまりとしてる時のリスナーって、俺が人気になるにつれてなんか距離が遠くなるっつって消えてったね。そういう感じ。いや、リスナーが離れてってんじゃない？俺のスピードについてこれないんだろ。しっかりしがみつかないと。
ね。だから立ち止まってろよ。俺は先に行く。どんどん。どこへ？さらなる高みを目指して行く。なんで挑戦したしないんだろうね、リスナーも。挑戦。いや、偉そうにしてるっていう人は偉いと思ってるんじゃない？別に偉そうじゃないしね。むしろ丸くなってるからね、リスナーさんに対して。どんどん優しくなってると思う。そんななんかね、リスナーに怒んないじゃん、うん、怒ってる？怒んなくない？だってリスナーさんは敵じゃないからね。敵は他にいるからな。仲間やから、みんなは。そんな一リスナーになんかムキになる時間も無駄だね。ブロックも一人もしてないよ、うん、ブロックしようか、うん、〇〇を救いたい。もう全部が台本すぎて嫌だね、うん、全部が茶番、うん、で俺今結構客観的に見てるからリスナーさんと一緒なんだよ。リスナーさんしょうもないなと思わない？しょうもないなって、だそういう感じになっちゃう。俺ね、当時は分かんなかったんだよ。自分も一緒にしてたんだけど、うん、客観視してるからね最近、うん、客観視、うん、いや、エンタメってやっぱガチの中に リアルがないと茶番になっちゃうよね、うん、リアリティがないとな。で俺やっぱ今ガチだもん。ガチで本気でやってる。もう死んでもいい、うん、もう後悔しない。あともう毎日もうくったくたになってる、うん、いやふわっち本気だったよ。本気だったでしょ、やってる時。面白かったろ俺のふわっちの配信。本気だったもん、うん、本気じゃないとさ、東京から名古屋まで歩けないよねえ。まえちゃんと付き合ってる時もやっぱりあの彼女できておあこになりたくなかったから、眉をねやっぱ揚げまんにしたかったから本気でやってたよ、あの時も、うん、で会社作ってからもう結構本気でやってたぞ、うん、やってたよね。多分16時間ぐらいやってたと思うよ、イベントも寝ずにずーっとやってたでしょね、夜から朝まで毎日、うん、なんか本気さが伝わらないんだよな、うん、だからやっぱ政治が本気でやってるんじゃないの、うん、それは結果に出るよね。
ね。うん、会社は存在する。ホームページ作ったりとか、今年はね、ちょっともっと会社らしくしたい。ちょっと幽霊会社だからな、うん、形になってきた。でも満たされないんだよな、満たされない。リスナーさん、どんだけ頑張っても満たされない。あのハムスターみたい、ずっとあのくるくる走ってる今も、ずっと、うん、ずっと、うん、だ幸せってなんだろうね、リスナーさん。満たされない。配信やめたら幸せなのかな。それも寂しいしね。うん。でも男って案外そうなんじゃない。男ってそうじゃない。ずっと仕事して働き続けて金稼がなきゃいけないじゃん。男ってそういう人生じゃない。うん。違う案外。そう、税金も払わなきゃいけないし。うん。ね。孤独だよね。うん、孤独でも楽しいよ。幸せかどうか分からんけど楽しいけどね。うん、彼女とかじゃない、女はどうでもいいな。うん。彼女に夢中になっちゃうから、うん、いやでも充実してる、すごく。あの事務所が楽しいわ、うん、あの入った子がねどんどん強くなっていくのを見ていくのも嬉しい。でそれがもう仕事になりつつあるから嬉しい、うん、仕事らしいね、なんか仕事っぽいじゃん。で配信もまあ楽しいしね、うん、配信もうん、経営者目のも経営者じゃん一応。ね、うん、で満たされないっていうのは配信者としてね、うん、満たされるとかじゃないんだよもはや。なんか幸せとかじゃないやっぱな。見えない、じゃあ戦ってるんじゃない。油断してないしいいじゃん、うん、そんなね。で引っ越しは今裏で動いてます。裏で多分びっくりすると思う。で特定もできないと思う、裏で動いてる分。だってもう借りてるかもしれないでしょ、うん、なんかもうそういうなんかそういうのももう卒業しようと思ってる。特定されてとかね、そういうのはもういいかな、うん、
いや、どうだろうな、特定されないと思うけど、どうだろう、まあ TikTok だし大丈夫だ、そういう文化ないしね、されるんかな。でわざわざしに来るのこっちの人は。新居大公開スペシャル TikTok であったら特定するのかな、あの事務所と別、いや事務所家登録しないから、事務所は事務所でね考えてるから、結構大規模、大規模になる。難しいけど、まあ話せないから、まあ、時期もとある日に合わせる、公開するのもね、あの足立区引っ越すよ、足立区あのバレるの嫌なのって当たり前のことだよね、自分の家バレていいわけないじゃん、怖いじゃん、はっきり言って。だってあの今でも結構変な人来るからね、配信が、プレゼントが事務所に届けてくれたらいいじゃん、事務所に、レベルを上げる、生活基準を。将来的に、ちょっとでも大きい状態で配信引退する、それだけ目標は、ちょっとでもね、この時からやっぱかっこよくなってるよな、かっこよくなってない？今の方が良くないね、配信ずっとするっつってもね、えそれ60歳とかなったら引退してんじゃないの、わかんないけどいつか引退するでしょ、辞める日来るでしょ、わかんないけど、そんなおじいちゃんになってもやってる人いる？いなくない？いる？誰？で人気ある人いる？あ、よしえさんか。どうだろうね。きゅうちゃん牧師。老後は、まあ老後はどうしようかな、まあ貯金と、まああとまあちょっとしたビジネス、
あと事務所経営と、まあそんなもんかな。つかまあ早死にするし、早死にするじゃん、食生活とか全てにおいてね。